こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日はどんな事件を紹介してくれるの？前に解説した、京都大学のアメフト部員が起こした事件を覚えているか？抵抗できない女性をターゲットにした、とてもひどい事件だったよね。よく覚えていたな。かなり悪質な事件だったから記憶に残ってたよ。まだその動画を見ていない視聴者の皆さんは、ぜひ見てほしいぜ。そして今回紹介するのは、帝京大学のラグビー部員が起こした事件だな。被害者は、事件から10年以上経ってもひどいトラウマに悩まされているんだ。そこまでひどい犯行があったんだ。少し聞くのが怖いけど、詳しく教えてよ。それなら今回は、帝京大学ラグビー部暴漢事件と、犯人たちについて解説していくぜ。それではゆっくりしていってね。これはいつ起きた事件なの？1997年の11月13日に起きた事件だな。まず19歳の女性である A さんは、帝京大学ラグビー部の大学生である B に、カラオケボックスに誘われたんだ。ふむふむ。そして A さんは少人数の集まりだと聞かされていたんだが、実際に行くと、ラグビー部員が10人以上いたんだぜ。かなり多いね。その後、みんながいる部屋とは別室で、A さんは B と性行為をするんだ。かなり大胆なことをしてるね。びっくりするよな。そもそもカラオケ店でそんなことをしたら、店員さんにバレるんじゃないの？そこでは部員の一人がバイトをしていて、他の社員は帰宅していたんだぜ。だから大丈夫だったんだね。その後どうなったの？行為の最中、B は気分が悪くなったと言って出ていくんだ。すると別の部員が次々と入ってきて、A さんは襲われてしまった。最低すぎるね。許されない行為だな。そこで A さんは、騒いだら下の毛に火をつける、などと脅されたから抵抗できず、翌朝まで被害に遭うんだぜ。聞けば聞くほどひどい犯行だね。犯人たちはどうなったの？事件から2ヶ月後である1998年1月に、合わせて8人が逮捕されているぜ。かなりの人数が参加したんだね。B は犯行に参加しなかったのかな？当時の現場には居合わせてなく、酔いつぶれて寝ていた。事件があったのも知らず、後で聞いてびっくりした、と主張しているな。だが A さんは B もグルだと考えて被害届を出していたから、B も逮捕されるんだ。そうなったんだ。そして B は、大学を退学処分になるんだぜ。彼が言うように事件を知らなかったならかわいそうすぎるけど、本当に知らなかったのかな？行為の最中に中断して別の部屋で寝て、他の部員が入ってきて襲うのは不自然だし、そもそも A さんは、少人数の飲み会だと言われてたんだよね。いろいろと怪しいよな。だが私は、白の可能性が高いんじゃないか、と考えているぜ。どうしてそう思うの？まず犯行に参加した部員は、B にハイペースでお酒を飲ませているんだ。それは、気持ち悪くなったと言って出て行った理由にもなるね。そして B は事件を、A さんに電話をかけて、呼んだのに酔いつぶれたことを謝っているんだぜ。その電話で B は笑っていたんだが、犯行に関わっているなら、さすがに罪悪感がなさすぎるよな。確かにそうだけど、ひどいことをしても笑っていられるような、最低な性格だったのかもしれないよね。もちろんその可能性もあるぜ。視聴者の皆さんはどう感じたか、よかったら教えてくれよな。コメント欄にお願いね。犯人たちはどうなったの？示談が成立し、不起訴処分になっているぜ。おそらくだが、結構な金額を A さんに支払ったんだろうな。示談になったということは、そういうことだよね。だが犯人たちは、実名と顔写真が毎日のように報道されたんだ。そのことから、名誉を著しく毀損されたと、フジテレビを相手に、1100万円の賠償を求める訴訟を起こした人がいるんだぜ。不起訴になったとしても女性を襲ったことに変わりはないんだし。どうなのって思っちゃうよ。その気持ちわかるぜ。訴えはどうなったの？2001年9月26日に裁判所は、慰謝料100万円を支払う判決を言い渡しているな。少しだけだとしても認められたんだ。意外な結果だぜ。A さんは事件後、大丈夫だったのかな？この事件をきっかけに PTSD となり、精神科で治療を受けることになったんだぜ。トラウマになるような出来事だもんね。そして事件から12年が経った、2011年9月、A さんはとある月刊誌の編集部を訪れたんだ。どうして月刊誌を訪ねるの？10年以上経っても、A さんはまだ PTSD に悩まされていたんだぜ。その状態から抜け出すために事件と向き合うことを決め、精神科医の勧めもあり、月刊誌を訪れたんだ。ずっと忘れることができなかったんだね。そこで公開されている、A さんの闘病日記の内容も一部紹介しておくか。どんな内容なの？
強い向精神薬、睡眠薬、今まで残ってた薬箱から取り出した。処方されてる薬じゃ全く眠れない。苦しい。起きているのが苦痛で情けなくてたまらない。外にも怖くて出られない。といったことが書かれているぜ。聞いてるだけで辛くなってくるよね。これでもほんの一部だから、気になる方は調べてみてくれよな。ただかなり重い内容だから、覚悟して読んでほしいぜ。少し怖いけど、後で調べてみるよ。A さんは月刊誌の編集部を訪れてどうしたの？本当に B は事件に関係なかったのか、接触を試みようと考えていることを話したんだ。それに対し編集部は、展開によっては A さんの精神をより追い詰めることになるのではと心配し、まず編集部が B に接触することにしたんだぜ。よりひどくなるかもしれないもんね。編集部はどう動いたの？ B に対し、直接話したいという内容の手紙を送ったんだ。そして B から来た返事を、要約して解説するぜ。わかったよ。手紙が来て迷惑している。自分も事件のことを背負って悩み、忘れようとしていたのに、なんで今さら。事件の首謀者にされたりして苦悩したが、A さんを呼んだことには責任を感じている。といった内容から始まるんだ。その内容だけ聞くと、本当に関わっていなさそうな印象を受けるね。他にはどんなことが書かれてたの？編集部の手紙には、A さんに直接謝罪していないのでは、といったことが書かれていたんだが、それに対し、事件を、直接謝罪に行こうとしたが、A さんの母親から関わりたくないと言われ、謝罪に行くことができなかった。だから、謝罪がないという見解は間違っている、といった内容が書かれているぜ。謝るつもりはあったんだね。そして公開されている手紙の内容はここまでだったから、A さんと B が会うことはなかったようだな。手紙の内容を聞く限り、あったとしても症状が改善されるとは思えないし、それでよかったのかもしれないね。A さんはどうなったの？入院することになったという情報はあるが、それ以降のことはわからなかったぜ。事件のことを克服して、元気に生きてるといいな。A さんは事件のせいで PTSD になったんだよね。なんとなくしかわからないんだけど、詳しく教えてよ。わかったぜ。まず PTSD の正式名称は、心的外傷後ストレス障害と言うんだ。ただ長いから、解説では PTSD と呼んでいくぜ。わかったよ。PTSD にはどうしてなるの？強い精神的衝撃を受けることが原因だな。A さんのように犯罪に巻き込まれたり、事故や災害に遭ったりすることで激しい苦痛を受け、PTSD になることが多いぜ。きっかけがあると誰がなってもおかしくなさそうだね。どんな症状が出るのかな？強い不安を感じたり、不眠症になったり、急に事件を思い出す。つまりフラッシュバックを起こすことが主な症状だな。A さんも闘病日記で、寝れなかったことを書いていたよね。治す方法はあるの？例えば心理療法が有効だぜ。原因の出来事が自分のせいだと考えている場合、あなたは悪くないと伝えたり、被害者の苦しみをいたわってあげるんだ。ふむふむ。他には、EMDR という心理療法も効果的だそうだぜ。初めて聞いたよ。アメリカのフランシーン・シャピロという人物が開発したやり方で、簡単に言うと、眼球運動を利用した技法なんだ。そんなやり方があるんだ。他にもいろいろな治療法があるんだが、長くなるからやめておくぜ。気になった方は、ぜひ調べてみてくれよな。もし PTSD になったら、自分の判断だけで行動しないでね。病院に行ったり、信用できる人を頼るのが大切だぜ。霊夢は、さよなら渓谷という映画を知っているか？初めて聞いたよ。この映画は、今回紹介した事件を元に制作されたんだぜ。だが被害者である A さんは、何も知らされていなかったんだ。そんな映画があったら、A さんが事件のことを思い出すきっかけにもなるし、許可は取るか、参考にしたのがわからないくらいには内容を変えるべきだよね。私もそう思うぜ。ついでと言ってはなんだが、この映画のあらすじも紹介しておくか。わかったよ。まず渓流で幼児の遺体が見つかり、母親が犯人だとして逮捕されるんだ。序盤から物騒なお話だね。そして母親は隣人の男と肉体関係があり、共犯だと供述を始めるんだが、その男は学生時代、仲間と集団で事件を起こしていたそうだぜ。その部分が今回紹介してくれた事件に影響を受けてるんだね。そういうことだな。結局、その男が幼児を殺した犯人だったの？そこら辺はネタバレになるから伏せておくぜ。有料にはなるが動画配信サービスで見れるから、よかったら見てくれよな。後で検索してみるよ。ちなみにどんな評価なの？よかった、久しぶりに過度な演出なしに、人間たちが生きる様を息苦しさを感じながら見守るような映画を見た気がする。ハッとするような印象的なシーンが多数。監督も見事、すごく見入った。奇妙な関係、どうなるのか先が全然読めず、ただただ考えさせられるばかり。といったレビューがあるぜ。
かなり絶賛してるね。逆に否定的な意見はあるの？引き込まれるシーンは皆無、本当に時間の無駄だった。脚本がギクシャクしてるのか、役者の演技も取ってつけた感がある。といった厳しい意見もあるな。賛否両論な作品なんだね。この映画を見たという視聴者の方がいたら、感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。コメント待ってるよ。犯人たちは何の罪で逮捕されたの？その情報はなかったが、集団強姦罪だろうな。ちなみに法改正により、集団強姦罪は強制性交等罪となり、この強制性交等罪は準強制性交等罪と統合され、2023年7月に、不同意性交等罪になっているんだ。そういえば解説してくれたこともあったね。内容も変わってるんだっけ？いろいろと変わっているぜ。前は脅迫されて行為に応じていたとしても、明確な証拠がないと有罪にならないケースが多かったが、不同意性交等罪では、被害者の証言も証拠になり得るんだ。今回紹介してくれた事件の犯人たちは、示談で不起訴になったんだよね。起訴されていたとしたら有罪になったと思う？どのくらい証拠があったのかわからないが、犯行現場のカラオケ店に監視カメラの映像が残っていたら、有罪になったと思うぜ。そうじゃない場合、無罪だったかもしれないんだね。法律が変わってよかったよ。本当にな。刑罰も変わってるの？まず集団強姦罪だった時は、4年以上の有期懲役刑なんだ。そして不同意性交等罪では、5年以上の拘禁刑だな。ちゃんと刑罰も重くなってるんだね。確か懲役刑は刑務作業が義務で、拘禁刑は刑務作業を行わなくてもいいんだっけ？その通りだぜ。そして拘禁刑が実施されるのは2025年6月からだから。法律で拘禁刑と定められていても、それまでは懲役とみなされるんだ。この動画を見ている視聴者さんの時期によっては、もう拘禁刑になっているかもしれないね。ということで今回は、帝京大学ラグビー部強姦事件について解説してみたぜ。被害者のことを考えると辛すぎる事件だよ。犯人たちが刑務所にも入らずに暮らしていると思うと、かなり複雑な気持ちになってくるよな。A さんはずっと苦しんでるのにね。A さんだけじゃなく、その家族もずっと苦しんでいるんだ。犯罪による影響の大きさがわかる事件だな。絶対にやったらダメだね。もうこんな事件が起きないといいな。平和が一番だぜ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。